チャッキー王子の一人ごとはい。スパイダーマン、ノーイホームは、時事接待っていうお話です。はい。えー、ご機嫌いかがですかチャッキー王子です。おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。いってらっしゃい。はい。えー、この間、えー、配信でザ・フラッシュを見たんですけども、まあ、ティン・バートン版のバットマンマイケル・キートンが出て、 えー、まあ、オールドファンは涙しましたね。えー、まあ、あれをジジイ接待というらしいですね。ジジーを接待するということで。で、スパイダーマン、ノーウェイホームでもすでにやられてまして、えー、まあ、トビー・マクガイア版のスパイダーマンとガーフィールド版のスパイダーマンが出てくることによって、オールドファンは歓喜するってことなんですけども、トム・ホランド版しか見てない人はな、残っちゃ意味がわからんっていうことだよね。 えっと、賛否を巻き起こしたんですが、その時事接待的なものについてどうなんだろうと思って、じゃあトップガンマーベリックもそうなるのかなって思いましてね。えー、トップガンマーベリックも、えー、バルキルマーですね。まあ、生体癌で今、あの、引退してらっしゃるバルキルマーが復活して、えー、アイスマン役で登場した時はあれ時事接待だったんだろうかな。うん、やっぱり、 サプライズ的に古いメンバーが登場するっていうのは、事実体と呼ばれても仕方ないのかなどうなんだろううんうん。まあ、僕としては、年代的にね、50過ぎてるんで、ありがたいことはありがたいんですがね。うん。リアルタイムに Z 世代には刺さらないんじゃないのかなまあ、けど配信でね、今もリアタイで古い映画も見られてるんで、まあそこはそれでね、 まあ最近で言えばエクソシストを信じる者のに、マクニール、まあ、親子が出てね、前回にエクソシストのリンダ・ブレアとのお母ちゃんが出たとかね、あとハロウィンにとえジェイミー・リー・カーティスがおばあちゃん役で出てるとか、なんか、ターミネーターあの、ニューフェイトにサラ・コーナーが出たとか、 なんか、オールドファンを喜ばせる形でしか集客が得ないっていう形になってきてるのは事実なんでしょうか。はい。それが今疑問視されてるところですね。はい。となると、ゴジラの復活も、うーん。ゴジラマイナスワンもオールドファンだけが喜んでることになるのかな。うん。まあ、新しいものを生み出すっていうのは難しいからね。 やっぱり、えー、お金を落としていく中高年に向けてのサプライズが絶対必要になってくるのかな悲しいですけどねうんとなると、えー、次は何のサプライズが待ってるんでしょうねはい気になるとこでしたチャッキョウジでしたチャンネル登録よろしくね